願いします。はい、お願いします。はい、じゃあね、本番に強くなるためのメンタルトレーニングコースと、ね、いうことで、今日は2回目ですね。前回は7月の、21日の土曜日、まあ、これの、まあ、続編と、ね、いう話ではあるんですけどね、まあ、ちょっといろいろ今日考えてね、来たんだけども、まあ、こういうふうにあります、ね、今日あの2人、ね、この講座を受けたことがある人が、まあ、来たと、ね、で、いつもだったらね、つまりこれからはね、これを3分割としてね、そうだったまあ、1時間目、2時間目、が、まあ、ここのエンドリーなんでしょうね。タップで OK。で、残り1時間で、まあ、シェアをすると。シェアをすると。要するに参加者同士でね、どういうふうに、ここのエントリーに持っていったかっていうね、日々の生活なので、ね、ここでやってる。まあ、Facebook でもやってるんだけどね、あれをリアルで会った状態で喋ると。まあ、これがシェアということで、まあ、辻先生のワークショップもやってるので、ね、月、1回ぐらいで集まって、各自の、まあ、それと、まあ、似たようなことをやると、いうふうなことを、まあ、イメージしてますけどね、まあ、今日はね、2人ともこれ知ってる話だし、ね、これ知ってる話だし、で、シェアをね、ちょっともちろんやるんだけども、一応的に2人しかいないから、今日はね、ちょっと特別に、ねで、これから毎月毎月やっていこうかなと思ってる方法とちょっと違うので、それから全然違うので、今日、やっていきますか。はい。